私たちはついに週3投稿を始めます。ついにね、ついにやります。やります。そう、ダンス動画はめっちゃね、上げてきたんですけど、これからはなんかチェゴのことをもっとたくさん知ってほしいんです。はい、そうです。私たちのね、中身とかも知ってもらった上で、好きになって、またさらにチェゴのことを好きになってほしいです、はい、ということで今日は自己紹介動画なので、一人一人の素顔について真相を解き明かしていきたいと思います。では行くぜ。はい、ということで、MC をさせていただきます、きのこ AKA はるかです。じゃあまず皆さんの名前から教えていただきたいですね。はい、じゃあ私からいきます。リーダーのはるかです。はい、琴音です。はい、みほです。めいほでもいいですし、みほでもいいですし、呼び方はお好きなようで、ゴッドでもいいらしいです。お好きな、さよなら。はい、次。はい、まほです。まほはまほって呼んでもいいし、ほまって呼んでもいいです。ダメです。あの、まほまほとか、そんなんじゃわーって、わーって。はい、次。年齢ですね。はるかとまほが19歳です。はい、コトコトとみほはここ使うわ。せーの、コトコトとみほみほは、はたち。でもみんな同い年です。そう、誕生日がまだ来てないだけで、学年は一緒です。満時、20歳です。ということで年齢を言ったところなので、生年月日もいきたいと思います。はい、私は冬生まれの1月15、いい子です。春生まれの5月13。冬生まれの12月っぽいって言われるけど、5月25日生まれの20歳です。マホは2月21日です。次は血です。血液型です。血ね。はい、 DNA ですね。私は AB 型です。翡翠の、はい、おー、 AB 型の左利きです。はい、すごいよね。珍しい人種、珍しい人種です。次、はい、私はまあ見てわかると思いますが、B です。でも A にも見えるよね。うん、見える。でも中身知ると、あ、 B だなってわかる感じかもしれない。結構 B、 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 うん、 O も入ってるかなって。あ、そうなんだ。やっぱ何でもいけちゃうんだよね。じゃあ琴音は AB 大型ってことでいいかな。私は全部 ABO でした。琴音ちゃんは、え、美穂ははるかと同じ ABAB 型。はい、だからなんか通じるものあるんでしょ。だって似てるんだもん。言葉を発しなくても通じる時があるんです。じゃあマホリン行きましょう。マホは何型だと思いますか？クワ型。ジョン。マホはね、丸の O です。次、どんな性格？うん、どんな性格。でもさ、その新大久保の動画でもちょこちょこ話してて、ね、よかったら見てください。見てください、ね。はい、今は簡潔に話します。私は明るいキャラでやっております。自分で言うのマジやばい。私は明るいキャラでやっております。面白いキャラです。不思議キャラです。みんなにはセクシーって言われてますけど、ニコニコ愛嬌キャラです。やだ、まあ、キャラって言ってるんですけど、本当にそんな感じなんですよ、普段から、ね。それを知った上でチゴの動画、チゴだって、チゴの動画を見てもらえればなおさらわかると思います、ね。はい、次、マイブーム。マイブームのマイブーム。あ、白猫テニス。あ、やってるね。そう、みんなと会う前に白猫テニスやって、うん、いろんな人と対戦して塔をこう登っていってます。今私は最近他の国の言語を話したいなっていう、ただの興味本位で、うん、マイペースにアプリでやってるぐらいなんですけど、最近ちょっと中国語にちょっとハマってて、アプリでやってます。挨拶5カ国語できます。いきます。まず日本語ね。こんにちは、私の名前は琴音です。次、韓国語。안녕하세요저는コトネイムニダ。噛みました噛みました。3個目中国語ね。
ニハオ、ボシュコトネ。すごい。うまい。で、4個目は、うん、ベトナム語ね。シンチャオ、ドイテラコトネ。おー、5個目は英語。Hello, my name is Kotone. Subara! ほら、嬉しいと思う、他の国の方が見てくれた。次、ミホ。ミホは、なんか高校生っていうか、ずっと昔からもう変わらないんだけど、もうワンピースが趣味っていうか、マイブームっていうか、今日もそうなんだけど、今日ちょっと古着なんだけど、なんだろう、古着ね、超かわいい。1週間全部ミホワンピースの日とかあるよね。ある。本当に気持ち悪いぐらいワンピースが趣味、マニア。マイブーム、うん、で大好きです。私のあとマイブームっていうかもうなんかもう常にやっちゃう時間が、と一緒だよ。そう、時間が空いてたらすぐに行ってしまいます。ショッピング、なんか薬局とかもね多分ね、3時間くらい一人で入れるんじゃないかってくらいもうずっと、まあ、ビューティー担当もう大好きなんですよ。なんかお金なくて買えなくても見てるだけで幸せです。ということで、まあ、私たちの自己紹介はここら辺までにしておいて、私たち、うん、YouTube だけで活動してると思いきや、はい、Twitter、Instagram、TikTok やっております。 Twitter と Instagram のアカウント、ユーザー名はこちらです。これで調べるか、チゴって調べて検索して、よかったらチェックしてください。お願いします。あと TikTok の ID も今ここに載せるので、よかったらフォローしてください。私たち、はい、この撮影する前にちょっと TikTok 撮って最近結構上げてるので、上げてます。ちょっと頑張ってます。はい、楽しんで頑張って。琴音ちゃんが一肌脱いでね、いろいろなことやってくれてる。そうです。見るべきです、これは。次、せーの、10代な報告があります。はい、私たち先日ハロウィンイベントでドンミスイットを披露したんですけど、ドンミスイットを披露する場所が一つ増えました。はい、はい、イベント第2弾ですね、はい、私たちにとって。そうです。詳細はこちら。11月10日に私たちドンミスイットともう一つ何かやるかもしれないので、やります。よかったら見に来てください。やるかもしれないんだけど、やります。やります。申し訳ございません。あの、ちなみにトークとかもするんでね、はい、皆さんとね、あの交流する、ね、はい、会いたいです。場所とか、だったら写真とか撮りたいなぁなんてね、うん、はい、と思っておりますので、はい、来なきゃ損です。来なきゃ損、はい、私たちの踊りとパフォーマンスを見逃さないでください。見逃さないでください、はい、じゃあ冒頭にいつもの挨拶をやり忘れてしまったので、そうですね、はい、これをやって終わりにしましょう。はい、せーの、ドンミスイ。